はい。どうも。こちらです。今回は、こちらの、ハイスクール DVD デラックス2、まつれ、竜神少女。そして、ブルーレイアニメ、ボーンの13話の方の開封動画を撮っていこうと思います。前回も買いました。まあ、開封は撮ってませんが、前回のがこちらになります。では、今回のこちらを開けていきたいと思います。こちら、何ですかね、アニメイトさんで買ったので、こちらのトレーディングカードがついてきてましたですね。はい、じゃあこちら開けていきたいなと思ったけど、またまたこれかちょっと線ついてますね。はい、開封いたしました。手巻きで開けていきたいと思います。まずはこちらですね、ブルーレイの先発のやつですね。いやだ、山にこもって修行なんて野蛮人することだってやつですね。ちょっとカメラ持ちますね。おっと、こんな感じですね。はい、よいしょ。まあ中は確か開けますか。でも中には確か前回が特に中に入ってるので、ちょっと時間かかるんで。もし中入ってたらその後に付け足します。はい、可愛いね、レベルね。やはりこちらですね。うわ、ハイスクール TV のデラックス中、デラックス中、デラックス 2巻ですね。いや、楽しみですね、短編ね。まあ、今回も挿絵だけ、それ以上はちょっとダメだと思うんで、写真だけちょっとね、公開したいと思います。こんな感じですね。
こんな感じにして、これ、よいしょ、こんな感じ。おお、なるほどね。っていうような展開が。っていうような感じですね。楽しみですね。はい。ってなわけで、ね、こちら、スクービーディーデラックス2、まつれ、龍神少女さんはですね、3 は、4900円ぐらいかな、なってました。ですかね、警察勢は、ね、楽しめる内容で、初めて見る方も、まあ、絶対楽しいことだと思いますので、よかったらね、買ってみてください。それにも、ブルーレイも入ってるんで、こちらのアニメも超面白いんで、ぜひ見てください。ということで、よかったらね、買ってみて、ちょっと高いなと思ったら、通常版が、10日とか16日とか、通常版のも販売するんで、そちらの方はね、まあ、1000円以内で買えるので、まあ、そちらも、ぜひね、ぜひ買ってみてください。おすすめです。というわけで、紹介を終わります。ありがとうございました。